ページの滑りがいいね。ページの滑りが早すぎた。戻りすぎちゃった。これかな。10分何分かな。いや、ちょうど10分ぐらいかな。Israel, they didn't just run away out of choice. In many, every country is born in. はい、行きますよ。あ、早いっすね。どうぞ。最高だよ。最高。It's very different. The fact of the matter is that the Zionist movement, Zionism on the ground, is the idea. そう、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 で、一旦、司会者がシロン・ベラルと話をした後に、今度はパネリストに意見を聞いてもらっています。パネリストは3人います。2人ユダヤ人、1人パレスチナ人。で、女性がパレスチナ人です。で、まあ、復習概要ですけども、ゲストスピーカーは元イスラエルの外務大臣であり、パネリストには、このイスラエルの歴史に詳しいオックスフォード大学の教授と、これオックスフォードだからイギリスのエリアにあるので、そのイギリスのところにある、ザイオニズム、シオニストグループの、なんか、その、お偉さん。来てる人は誰が来てるの？オックスフォード大学の学生。学生さんとかですよね。これすごい難しい話してるのさ、俺たち何回何回聞いてもね、いつも間違えたり分かんないんだけど、この人一回出てきてさ、聞いててなんで分かんのかって僕ね、お話に聞いたんだよ。信じられない、難しいんだよ。難しいですよ。でも、それだけ、一つはそれだけ僕らとは全く違う文化の話を変えてるわけですよね。でもって、例えば彼の場合、キリスト教とか背景にあるので、ユダヤ教ってキリスト教の前のもんじゃないですか。だから全く知らないもんじゃないんですよ。うん、っていうのがまず背景にあるのが一つと、さっきのメディアでもやってましたけど、イスラエルの話題は常に世界中で取り上げられてますと。さっきの動画でもみんな興味持ってるって言ってましたね。だけど、これ話はすごい難しい、ね。それは僕らにとって特に難しいです。ボキャブラリーも結構いろいろあってますし、ね、ありますし。で、話を続けますと、で、この司会者がオープニングって感じでゲストスピーカーに質問をした後にいくつか喋って、ではそれに対してパネリスト、この3人に意見を聞いてもらっています。で、最初にそのユダヤ人の男性二人に聞いて、これがパレスチナ人に、その、会話を、まあ、投げるところです。で、その内容ってのが、はい。イスラエルの建国にあたり、なんか、イスラエルが特別扱いをされているような、特別にひどいことをしてきたってされているような、位置づけ、ね、メディアで見られている部分があると。で、だから、まあ、イスラエル、ユダヤ人だって、いろんなところで、ひどい経験をしてきて、自分らのための国がどこか一つあったっていいじゃないかと、いう発言があるわけですよね。で、結局、だってみんな受け入れてくれないわけだから、自分らの場所どっか作らせてくれないと存在できないじゃないか。うん、で、それが、そのハルツォって、一番最初の、このシオニズムの、だから、イラヤ建国の、まあ、元となった、1800年代後半にいた、ハルツォなんとかって、ストーンの名前がいて、で、それがリベラルザーナスの位置づけの一人なんですけれども、で、国外務大臣は、すべての国、まあ、every country is born in sin っていうふうに言ってるわけですよね。で、every country is born in sin っていうことは、すべての建国にあたり、罪は何かしら被ってる、起きてると。まあ、例えば、この話であったのはアメリカ。だって建国するにあたり、インディアンとどういうお付き合いがありましたかとか、っていうのが背景にあるわけですね。で、そうすると、だから、イスラエルが特別悪いようなことをしたわけじゃないと。悪かった部分もあることは認めますよ。まず、そこらまで念頭に置いてください。
ではお願いします。 The world itself defined Zionism by telling the Jewish people no matter where you live at any point of history at any time you are not safe. And the liberal Zionists at the time came up with the conclusion that we need a Jewish homeland, a safe Jewish homeland in our Jewish historical national homeland for the Jewish people, and then we will be safe. Let me bring in Diana Vutu, who is a Palestinian lawyer and activist, former legal advisor to the PLO in 2005. And I believe your parents were born in what is now Israel, and you have Israeli citizenship as well. Shlomo Ben-Ami says every country is born in sin. Why is, do you think Israel is any different? It's very different. The fact of the matter is that the Zionist movement and Zionism on the ground is the idea of creating not only a Jewish state, but at the expense of the indigenous Palestinian population. What Zionism is the idea of privileging and giving exclusive rights to one group of people at the expense of another group of people. This isn't liberal. This isn't relating to equality. There isn't a single Zionist who's able to say that they actually believe that Palestinians have the exact same rights as Israelis who are living in that country. And this is the fundamental problem of Zionism. Mm-hmm. Well, Arab Israel. ここで、彼女が言ったことは、他の国企業と全く違うと。ここでの話、彼女が言ってることは、ユダヤ国が作られるのは誰かのが対価を払うことによって、そのインディジネスパレスチナポピュレーション、だからそこの現地民が対価を払うことによって成り立っていますと。で、それは、一つのグループに強い権利を、弱い、まあ別のグループの権利を代償に、得た。一つのグループに他の暴力で得た権利を施行して成り立ちますと。だからこれはリベラルだ。自由じゃないと。で、これは全然平等でもないと。で、そもそもザヨニストだって、全くイスラエルと同等の、権利を、持っているというふうに言う人はいませんと、ね。これがザヨニズムの問題です。うん、あ、お願いします。And you share in some way the predicament of Jews in the diaspora in the following sense, that they are equal by the law to the Jewish part of the population, but real life has discriminated against Arab Israelis in many fields. 700,000 Palestinians left what is now Israel. They didn't just all run away out of choice. In many cases, they were driven out. Do you accept? そこで外務大臣、元外務大臣の関心を得るのは、アラブ・イスラエルがパレスチナ人、パレスチナ系のさせると思うんですけども、まあ、share in some way the predicament of Jews。predicament っていうのは、まあ、その、広い経験ですよね。difficult, unpleasant っていうのがあるんですけれども、in diaspora, in the following sense。イスラエル、パレスチナ、ダイアスポラっていうのは、イスラエル、パレスチナの外で暮らすユダヤ人のことですね。だから、ここで彼が言っているのは、ユダヤ人が外で経験を、ダイアスポラが経験してきたように、まあ、パレスチナ人が経験を共有できますと。で、それを、法律による平等であり、ありますと。でも現実的には、それは、まあ、ディスクリミネーションが、迫害が、起きていることが現実です。そこは認めてるわけですよ、彼は。で、今、その、司会者が、今言ってる内容っていうのは、もう70万人のパレスチナ人もね、イスラエル
出てきました。それは自分らの判断で出ていった人もいればそうじゃない人もいますよね。そうすると、じゃあ今のユダヤの世界っていうのは追い出したことによって建国されたっていうふうに受け入れますか。ナクバって以前勉強したと思うんですけれども、そのパレスチナ人に対するによって、要するに悲劇ですね。ユダヤ人の後ろにあって発生した悲劇っていう、それによってユダヤ第一主義というそのシオニズムというものが成り立つということを受け入れますかと。はい、皆さんこんにちは、運野です。今日はですね、運野塾 の、 研修のプログラムをご紹介したいと思います。で、まあ、こういうふうなホームページありますけれども、ぜひですね、一度中身をご覧になっていただきたいと思います。今日はブーキューブさんのスタジオに来て、まあ、この収録をしておりますので、中身はこういうふうになってて、今最近ホットなね、グローバルリーダーの定義など書いてあります。で、特に経団連が作成しました、まあ、留学すれば英語ができて専門性を持つというだけではですね、グローバルリーダーになれないと、ここに書いてありますようにですね、仕事ができる、専門性を持つ、英語ができるだけじゃなくてですね、私どもの塾ではリベラルアーツということ、それからもう一つは孫子の兵法、さらにはですね、日本の歴史というものを合わせて教えることによって、皆さんが海外の欧米の方々と、もしくは華僑圏の方々と正々堂々と渡り合えるような人物を育成しようというふうなことを考えています。ここに次のスライドが出ておりますけれども、ここに書いてありますのですね、さらに、私どもの運の塾の中身につきましてはですね、欧米の資料しか使っておりません。また実際に運の塾は英語ではやっておりますので、まあ、英語の講師がこう話しておりますけど、隔週はですね、日本の歴史をまだ教えてますので、各週の午後はですね、日本のプログラムをしております。で、以前はこれ有料だったので、今はですね、実際に会場費も取っていただいておりませんで、毎回5000円ということで、朝9時から午後5時までやっておりますので、ぜひ皆さんですね、ご検討の上ご参加いただければと、まあ、英語のできない方もですね、各週の午後こういうふうな検証をしておりますので、ぜひご参加いただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、ここにさらにですね、グループ討議とか実務の勘どころを教えるって書いてありますけど、まあ、実際には私が10年ほどですね、欧米の新聞とか雑誌等をですね、集めてきた、もともと英語のベースでございますので、そうしたものをですね、50セッションのテーマに分けて資料を作成しております。まあ、そういうことで、世界のオペレーション、もしくはカントリースクールも含めてですね、しかも世界のトップの方々に対してもいろいろな分析とか洞察をしてですね、議論をしております。そういったことも含めてですね、今後ともよろしくお願いしたいと思います。で、以上で私の挨拶を終えますが、まあ、今回のこのビデオの収録にあたってはですね、VQ部さんのスタジオをお借りしてですね、お時間を頂戴して、まあ、このビデオを作成させていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。